今回この動画では、みなとみらいから八景島をドライブしながら、A6 の先進機能をご紹介します。では、早速乗り込んでみましょう。実際乗り込むときは、前後どちらのドアからでも解錠することができます。解錠するときは、ドアノブを握って、これで解錠ができました。パワークロージングドアがついているので、非常にスマートに乗り降りができます。今回最新の MMI はフラッシュサーフェイスデザインというのが採用されています。ボタンの数は極力少なく、かつ直感的に操作できるようなナビゲーションのシステムになりました。上の画面も下の画面も両方ともタッチパネルになっています。あとですね、タッチパネルなんですけれども、実際に操作した時の感触というのが出るようにボタンを押すとカチッというハプティックフィードバックもついています。では出発の準備をしていきましょう。今回の A6 ではオーナーのプロファイルを記憶しておくことができますので、今回このゲストを選んで設定を適用したいと思います。座席、ミラー、ステアリングの位置が調整されます。これは最大で7人 ×5 パターンで35パターン記憶することができます。では目的地の八景島を入れていきましょう。ボイスコントロールでも入れることができるんですが、今回下の画面に手書き入力ができるので、こちらを使って入力をしていきましょう。並べて書かなくても重ねて書いて認識させることができます。はい、では今日の目的地、八景島 A 駐車場を設定します。では向かっていきましょう。ルート案内を開始します。今回 A6 にはダイナミックオールホイールステアリングというシステムが載っているので、最小回転半径が 5.7 メーターから 5.2 メートルに短くなりますので、こういった曲がり角ですねを曲がるときも非常に小回りが効いて運転がしやすくなります。はい、ではここから高速のドライブをしていきましょう。今アダプティブクルーズアシストを入れています。これは白線認識と前の車との車間距離というのを車の方で見てくれるので、運転が非常に楽になりますね。車の方で白線がしっかりと認識できる場合に関してはもう介入してくれるので、実はほとんど今私は手を添えているだけの状態です。今回 A6 にはサイドアシストという機能が搭載されています。後方から接近する車の存在を光で知らせてくれる機能で、今左側のライトが光りましたね。このタイミングで危ないよというのを教えてくれます。今ここに A のマークが出ているかと思うんですけれども、今現状エンジンは動いていない状態です。ただ48V のマイルドハイブリッドがついているので、まあ、ステアリングのパワーステアリングですとかエアコンというのはついたままエンジンが止まっても走り続けることができます。これはトルクが必要がないときにですね、エンジンがオフの状態になってコースティングモードで走る機能になっています。 A6 では声だけで温度調節もできます。暑い。温度を何度に設定しますか。22度。温度を22度に下げます。実際に運転に集中することができるので、高速で走っている時なんかにこの機能を使っていただくと、前をずっと見ながら温度調整をすることができるのですごく便利ですね。 A6 ですとドライビングパッケージというオプションを選んでいただくと、ダンピングコントロールサスペンションというのをお付けいただくことができます。ダンピングコントロールサスペンションが搭載されている車でしたら、ドライブセレクトのそのモードに合わせた減衰力というのを自動調節してくれます。なので、非常にですね、その走りのフィーリングとしては幅広く
1台で楽しむことができるので便利な機能になります。はい、では目的地に到着いたしました。これから駐車場に入っていきます。で、狭い道を通る時もサラウンドビューカメラがついているので周りの安全を確認しながら、ちゃんと障害物を確認しながら進入することができます。では駐車場に到着しましたので、これから駐車をしていきたいと思います。今動いてるんですけれども、エンジンが完全に静止してアイドリングストップ状態に入りました。これもマイルドハイブリッドの能力の一つで、より環境に優しい車になっています。実際駐車をするときにギアをリアに入れると、このようにですね、予測線とあとはサラウンドビューモニターが出てきますので、駐車は非常にしやすいです。で、実際にこれで駐車が終わりました。で、実際にこれで止め終わった後にちゃんと枠の中に入っているかというのは、このサラウンドビューモニターでも見ることができるんですが、今回後ろの車輪と前の車輪クロスアップして見ていただくことができるので、ちゃんと枠の中に入っているなというのがしっかりと確認していただくことができます。今回新しく乗った機能として、周りの環境を 3D で把握する機能も搭載されました。実際に見てみましょう。これが今 3D のモードですね。で、これが周りの周辺を確認できるのもすごいんですが、実際にこのように指でなぞっていただくと、それに沿って画面が動いてくれます。ですので、これは駐車するときもそうなんですけれども、出発前に車の前に危険なものがないか、横に危険なものがないかというふうに確認していただくことができるので、非常に安心して運転を楽しんでいただくことができます。これから車を降りるんですが、実際に車を降りるときにですね、後方から車が接近しているとき、このタイミングで開けてしまうと危ないので、それをお知らせしてくれる機能もついています。危ないときはここのLED が赤く光ってですね、危険を知らせてくれるのとともに、実際に開けようと思っても危険な時は開かないような機能がついています。エグジットワーニングという機能ですね。ですので、より安全に車を使っていただくことができます。今回は A6 の先進機能を実際のドライブを通してご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。私どもアウディジャパン販売では試乗車を豊富に取り揃えておりますし、またアフターメンテナンスにも非常に力を入れております。またオーナー様限定の特別なイベントも開催しておりますので、ぜひショールームにお越しください。